イドさん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様、ノエル、フラン。明日の作戦が迫ってるのに。そのすみません、武器の手入れ中に。私はフランもオペレーターとして活躍してもらわなきゃな。はい、なんと言っても。もう、ロイドさん、明日の作戦の最終。ああ、ノエルは明日万全の準備を。はい。ねえねえお姉ちゃん、せっかくのちゃ。頑張れ。その、大したことじゃないんですけど。ああ、やったね。それじゃあ。そういえば、どうする?これを逃したら。ノエル、先に来てたのか。ロイドさん、お疲れ様です。そっちこそお疲れ。ソーニャ司令との連絡も済ませてくれたみたいだな。はい、連絡通り明日の作戦ではベルガード門、タングラム門の部隊を昼過ぎまで待機させてくれるそうです。それを過ぎるとさすがに介入せざるを得ないそうですが。そうか、まあ一時的に待機してくれるだけでも助かるよ。そうなると俺たちの役割がますます重要になりそうだな。はい。多分市内の国防軍は都市防衛に回されるはずだ。市街地で国防軍とやり合うのは何とか避けられると思う。いえ、それについてはもう覚悟は済ませています。ただちょっと自分が情けないなと思って。本当は独立国や国防軍なんて間違っていると思っていたんです。でも私はミレイユ先輩のようにレジスタンスに身を投じる気概もなく、ただ大きな流れに従って自分がいかに警備隊っていう狭い世界でしか生きてなかったかって。せっかく支援課に出向する機会を。それは誰だって同じ。俺だってキーヤやみんなのことがなければもともと大それたことができるような性格じゃない。とてもそうは思えないんですが。そうじゃなかったら君は俺がもらうなんて。いえ、何でもありません。いずれにしても、そして君はそのきっかけをつかんで、それが正しいことなのかどうかはすごく助かっているし。演習の時みたいに。そういえば何か俺に頼みがあるって言ってたけど、何なのかな。それなんですけど、その変なことを聞きますけど、ロイドさんってお付き合いしている人がいたりしますか。いえ、深い意味とかじゃなくて、そのそうだ、フランとどうなのかなって話してて。なるほど。そういう話、女の子は好きそうだもんな。残念ながら今はいないよ。周りにいい子がいっぱいいるのに、ちょっと不甲斐ないけどね。そんな。ゴン、これをしばらく預かっていただけませんか。これってクロスベル警備隊の認識タグかい。はい、国防軍に切り替わった時になんとなく捨てられなくって。そっか、でもどうして俺に。正直明日の作戦は厳しいものになると思います。もし私に何かあった時に。いえ、無事任務を遂行できるよう験担ぎに持っていてほしいんです。ノエル。
わかった。喜んで預からせてもらうよ。ありがとうございます。別に礼を言われるようなことじゃないさ。それにノエルも俺たちと一緒に行動するわけだし、くれぐれもピンチの時に自分一人が犠牲になろうだなんて思わないでくれよ。そのくらいはさっきも言ったように、あくまで支援課の仲間として。はい、わかりました。しかし自分なんだか恋人同士の習慣みたいだな。ノエル、もしかしなくても、その、これを預かっててくれないか。それって一応、この事件が解決するまでその後に改めて。対立は、ええ、危険を顧み何より。なあ、そんなに、ディーターさんやマリアベルさんは俺たちだから。ロイド、明日は一緒に頑張って。ありがとう。明日の準備もできれば。ありがとう。そういえば、先に来ていたのか。うん、ロイド、お疲れ様。明日の準備、もう終わったの？ああ、一通りはね。さすがに、万全とは言えないけどさ。不思議ね。こんなにも危機的な状況なのに。なぜか不思議なくらい、心が落ち着いているの。ベルのこと、おじさまのこと、キーヤちゃんのこと、不安なことや心配なことはいくらでもあるのに。そっか、俺も同じかな。腹がくくれたというか、やるべきことが見えたというか。これもエリアみんなのおかげだと思う。ありがとう、本当に。お礼を言うのはこちらの方よ。本当なら不安と焦りで潰れていてもおかしくないのに、あなたがいてくれたから私は今ここでこんな風に立っていることができる。ありがとう。本当にあなたがいてくれてよかった、エリー。お役に立てたのなら光栄かな。少しはリーダーとしてみんなの頼りになれるくらいには成長できたってことか。あなたはとっくに私たち全員のリーダーよ。出なかったらこんなところまでみんなで来られなかったと思う。でも私が言っているのはそういう意味じゃないわ。今回の事件どう決着したとしても、多分私たち支援課も今のままではいられない。それぞれがそれぞれの力を最大限に活かせるような立場でクロスベルを立て直すために。ああ、俺はこのまま警察で、ランディは多分国防軍が警備隊に戻ったら協力を要請されるかもしれない。ティオは財団に戻るかもしれないけど、そしてエリーは有事における行政外交方面での危機管理、多分
私に求められるとしたら、そういった知識と能力だと思う。そして私はこれまでの留学でそうした勉強を積み重ねてきたわ。まさに今回のような事態に対応できる力を手に入れるために。少しはそんな風に寂しく思ってくれたみたいで。大丈夫、エリーならやれるさ、なんて励まされたらどうしようかと思っちゃった。本当ならそんな風に言えなきゃダメなんだろうけど、そう簡単には割り切れないみたいだ。それはどうして？ティオちゃんやランディがいなくなるのと同じ理由で。それは答えて、ロイド。今私に不安も、どうして私が。最初はさ、その子は可憐で凛として、それでいて包容力もあって、出会った時からいろんな意味で綺麗な人だな。これでも最初は白状すると、さすがに1ヶ月もすれば住む世界が違うお嬢様なんて風には。それでもずっとその子の同僚であるということは、俺にとっての密かな誇りだった。その子の相談を受けたり、ささやかだけど力になれたのは俺。そして1年近く経って、楽しいことや苦しいことを全部一緒に乗り越えてきて、離れ離れになったけど、やっとの思いでまた会えて、今もまた出会った時みたいに、いやそれ以上にドキドキしている。ロイド、好きだよエリー。仲間として、家族としてだけじゃなく、一人の女の子として、君が。ロイド、私もあなたが好き。あの時の続き、やっとできたかな。待たせて。たとえ仕事でずっとそんな関係にな。はい。作戦を開始する。クロスベル警備隊所属独立解放部隊および新郎部隊、オープンコンバット。 Yes, Mom!来たか。迎撃を開始する。相手は白衛戦の達人どもだ。クーガーを出して距離を保て。いや！血は気に気を踊る展開ですね。だよ、始めるとしましょう。かしこまりました。獣どもを駆逐しつつ敵両兵団を翻弄する。狙撃に気をつけながら懐を食い破れ。
北口と東口では戦闘が始まったみたいだな。なあヤバくないか。これでソーニャ司令の部隊がこっちに攻めてきた。大丈夫だろう。政治的な問題が決着するまで、とにかくケリがつくまで俺たちはただ待って。そんな日和美さんな考えでいいのかしら。なんだこの音。どこかで。なあ赤いアイオン。ごきげんよう。でもこのパテルマテルをハンナ人形さんたちと一緒にしないで、はるかにかっこよくって頭がよくって頼りになるんだから。まさか敵なのか。兵士さんたちはどうでもいいけど、踏みつぶされたくなかったら下がっているといいわ。ほら来たわよ。うわー青色のアイオン。来たわね。あなたたちいいから下がりなさい。その程度の戦力で介入できる勝負じゃない。鉄橋まで下がるぞ。レン無茶しないで、私たちも全力で援護するから。パテルマテルも強化されたけど、それでもパワーはあちらが上だ。翻弄しつつ勝機を見出すしかない。うん分かってる。これ以上あの人たちが暮らす地を行きましょう。エステル、ユシュア、パテルマテル。頭の神父が言ってた助っ人ってのはエステルちゃんたちだったのかよ。ああ本人たちたっての希望でリベールから連れてきたらしい。それよりチャンスだね。うん光学迷彩を解除しつつ南口に降下する。船底のハッチから降りるがいい。分かった。よろしくお願いします。エイドスの加護を。皆さんどうか。私は上空から取材をさせてもらうわ。ま、こっちも動力ネットからバックアップはしてやるぜ。なんとか課長たちと連絡を取りたいけど、なんだこの青白いモヤは。まるで総員や塔で出ていたような。人通りも全然ありませんね。まあ町の外で戦闘が起こっているから避難してるんだろうけど。ディオちゃん。なんだどうした。中央広場から共鳴音が聞こえます。あの大金です。何。行ってみましょう。多分同質のものです。そして鐘の共鳴がこのモヤを発生しているのかと。おいおい何のために。これは気をつけて周囲から来ます。しかもこれは星見の塔にいた。同じ魔道のゴーレムですが、はるかに危険そうです。とにかくぶっ倒すぞ。ああ撃破する。始めましょう。ああ私の番ですね。はっ任せてくれ。エリエ止め。これが俺たちの力だ。
どうしてあんなのが街中に。まさかおじさまたちが放ったとか。そんな絶対に許されない。でも可能性としてはそれが一番ありそうだね。どうやらこの金も関係していそうだけど。また来ます。しまった。やばいな。なんとか突破しないと。課長、ダドリーさんも。やっと来たか。話は後だ。こちらについてこい。はい。合点承知だぜ。しかもヨナ君も無事解放されたんだって。もうこれで思い残すことはないよ。主任、感激しすぎてもご無事で何よりでした。はあ、1日100回以上エイドスにお祈りを捧げた甲斐がある。さすがにうざすぎる。それにしてもよくこんなに集まりましたね。やっぱり大統領への反感が高まってる。あ、当然だろう。昨日だっていきなり全市内に戒厳令と外出禁止令が出されてな。その後青白いもやが立ち込めたと思ったらあのありさまだ。もはや断じて見過ごせる状況ではない。さすがに逮捕令状は取れませんが、現行犯逮捕という形で大統領一派を抑えるしかないでしょう。はい、そうですね。それしか方法はなさそうです。市民の安全はどうですか。今のところ戒厳令と外出禁止令に、街の外で戦闘が起きているのも影響しているのではないかと。でもいきなりだったから備えのない市民も多いみたいでね。市民会館やホテルなんかに避難している人もいるみたいだし。なるほどな。一刻の猶予もありませんね。しかし大統領一派を抑えるとなるとオルキスタワーを攻略する必要があるってわけだね。ああ、すでに大まかな段取りはできている。市内に残った遊撃士たちと連携もできそうだしな。あとはお前らが来るのを今か今かと待ってたってわけだ。課長、待っててくれて感謝です。それで具体的な段取りはどのような。現在タワー前には先ほどの魔導兵の大軍が守りを固めているようだ。それをここにいる全員と遊撃士たちで強襲する。その隙に突入チームが車両でオルキスタワーに突入。そのままタワーの制圧を開始するっていう段取りね。なんていうか。かなり強引な段取りだが、勝算はあるのかよ。どうやら国防軍のほとんどは市外に回されているらしい。おそらくタワー内にいるのはアリオスをはじめ少数のはずだ。ジオフロントからのルートは相変わらず封鎖されとるからな。この辺りが現状で取れる最善の策といったところだろう。なるほど。その突入チームというのはもう決まってるんですか。いや、これからだが。お前たち、まさか。ええ、できれば突入チームは俺たちに任せてください。タワーにいるキーヤをこの手で取り戻すためにも。ああ、そいつばかりは他の連中には譲れねえな。タワー内のセキュリティなら私がいれば役立ちます。私もベルより下の直接問い詰めたいと思います。一度国防軍として彼らに加担した身ですけれど、だからこそ放っておけません。まあこのメンツだったら修羅場もくぐり抜けてるしね。チームワークのことを考えるときっとお役に立ってみせます。お前たちあのひよっこどもが。課長。まあいいだろう。突入チームはお前らに任せた。だが全ての段取りが整ってるわけじゃ。もう少し待ってもらうぞ。というと
オルキスタワーへのハッキングを進めている最中なんだ。あと1時間ちょいでアクセスが可能になるはず。本当ですか？ああ、そうなれば突入チームへのバックアップもしやすく、それとギルドや各方面にも改めて連絡を入れる必要がある。とにかくお前たちが突入チームに回るという前提で。それじゃあダドリーさんも突入チームに？ああ、通商会議の警備でオルキスタワーの構造にも通じているからな。市街地を行くならある程度は。それに大統領の逮捕ともなれば。やれやれ、もはやお約束ですね。でも助かります。突入に使用する動力車ですけど、本当に支援課の車両を？ああ、現時点で一番馬力とスピードの市街地を強行突破するには。ま、確かに。まあ、支援課に残っているなら。ですが、このならば同行するメンバーを絞り込むがいい。それ以外のものは。了解します。よし、私に続け。俺の番だ。おっしゃ。私そこ守りたい、このクロスベルを。さあ、かかってこい。おっしゃ。曲がって。さあ、任せてくれと。よし、曲がって。任せてくれってや。迎撃完了。みんな先に進もう。Thank you.
敵発見、強制排除する。やっ、任せぜ。そこだ、私そこだ、任せぜ。任せてくれ。やっ、私そこだ。よし、次に行くぞ。俺たちの車、なんとか無事みたいだな。しかし、これって確かディーター市長に、それを使って彼を逮捕しに行くなんて皮肉が効いているじゃないか。そうね、シャレになっていません。まあ、経緯はどうあれ、ちゃんと使えるかどうか中もチェックするとしようぜ。ああ確かに使い勝手が良さそうだ。大陸全土の状況を考えると、うん、整備状況もいいし、実際の突入の時は、ま、あっちはプロだからな。これで突入用の車両は確保できましたが、一旦課長たちのところに戻りま…そうね、最終的な段取りも聞いておきたいし。これは車載の通信機だ、ロイド。ああ、とりあえずオンにしよう。みんな、念のため声は立てないよう頼む。久しぶりね、特務支援課のみんな。キリカよ、キリカローラン。え、キリカさんすか。ロックスミス機関の室長、まだクロスベルにいたのか。私たちの動きを全て把握しているんですか。この状況であなたたちがどう動くか、よそ忙しい中時間を取らせて申し訳ないのだけど、情報交換をする気はないかしら。それはバニングス、お前が決めろ。我々一家は了解です。キリカさん、どちらに行けばいいんですか。クロスベル駅、3番ホームに停車している駅に人気はないから安心するといいわ。わかりました。3番ホームの列車のところで、レクターさんもそちらに。ご明察。相変わらず、しかもレクター隊員もいるみたいだけど。まあ、ああ了解だ。念のため。キリカさんたちの話が作戦前だし、
かし誰もいねえな。大陸横断鉄道が止まってるなら仕方ねえか。そうね、鉄道公社の人や帝国、共和国の臨検官も国外退去させられたみたいだし。キリカさんとレクターさんは3番ホームの列車でしたね。ああ、ホームに降りてみよう。しかし人がいないホームってのはなんとも物悲しいもんだよな。横断鉄道の列車もずっと停車したままみたいです。そうね、3番ホームの列車というとあちらかしら。あの列車の前から2番目の車両だったか。向こうにある連絡橋から渡れそうだね。よし、行ってみよう。3番ホーム、2番車両、どうする？来たわね。いや、久しぶりだな。ご無沙汰しています。なるほど、ご明察。一課の主任捜査官と。当然、僕の背景くらい。社交辞令はそのくらいにしていただこう。まさかあなた方があれから。ああ、調べることがいろいろとあったからな。だがこれでようやくエレボニアに帰れそうだぜ。調べること？ちなみに俺たち以外にもひょっとして知ってるか？ああ、R&A リサーチの、もしかして彼とも協力を？ええ、この件に関しては民間の調査会社にしては、ま、民間だと人手不足だろうから各地に人を回しきれないで。そりゃともかくあんたのボスが撃たれて行方不明なんだろうが、こんなところで油売ってていいのかよ。ああ、ギリアスのおっさんのことか。俺が急いで帰ったところで、それにあのおっさんにしてみりゃ自分のことも。え、想定していたって。クロスベルのことというあのおっさんにとって全ては遊戯版の駒だからな。クロスベルが司法を手に入れて独立どころか大陸全土の支配をも、帝国軍が返り討ちにあった隙に、その結果自分が撃たれて瀕死のにもかかわらず、クロスベルという不可侵の壁ができたことによって今日あのおっさんにとっては全て想定していた展開だろうさ。そんな化け物だね。さすがに鵜呑みにできるものではない。まあ結社も帝国方面で動き出しているみたい。本当に恐ろしいのは己すらも駒として利用し荒ぶる激動の時代を作り出す、まさに傑物。やばいおっさんだとは思ったが。ディーター大統領はそのことに気づいているんですか？さてどうなのかしら。こう言ってはなんだけど、ディーター・クロイスという人物はパフォーマンスは超一流だわ。でも実際の政治家としてはやや疑問を感じざるを得ないわね。経営者としての観点からしか。それはまあ、あくまで根は銀行家なのでしょう。クロイス家の使命にしても娘の方に任せきりのようだし。それご存知でしたか？ま、こっちにはこっちの情報ソースがあるんでね。あんたらがあのオークションで保護したちびっこ、あの子が核となってし。やれやれ、世俗の勢力がそこまで掴んでいるとは。さすがは帝国軍情報局。誤解してほしくないけど、私にしてもそこの彼にしても個人的な一存で司法をどうこうしようとか考え、ただ大陸全土を混乱に陥れるきっかけとなったその絵を描いた真のフィクサーが誰だ。真のフィクサー。先ほど言ったようにディーター大統領は悪、マリアベル城もそこ知れないけど、政治面よりは魔導技術方面を一手に引き受けているみたいだし、かといって風の牽制は。ギリアスのおっさんにしてもクロスベルの状況を利用したり利害の一致で協力はしたが、誰かいるはず。政治、経済、クロイス家や DG 教団、全てに通じた上で
各方面に働きかけながら。おいおい、少々確かに。まさか。まあそのあたりの確認ができない。あなたたちにも確証はなさそうだ。時間もないし。もう一つ、うん、オルキスタワー攻略作戦。え、おいおい、いきなりすぎんだろ。事件の概要が分かった以上、このまま去るというのも、今後クロスベルがどうなるか、慢性的な膠着状態に陥られても。ポムットだってクリア直前に放り投げるのは気持ち悪いしな。ま、それと同じってこと。同じと言われても。というか、いつの間にポムットのアカウントを入手してる。でもまあ戦力が増えたら。セルゲイさんにも相談して。わかりました、こちらの拠点に案内するので。特務進化突入、道は開いた。あとはお前たちに任せる。了解。表面走行 70% 破損。これ以上は持ちません。敵愛をさらに加速。まずいな、こうなったらあれを使うしかない。クラーム卿、まさか。待って、いきなりすぎる。ここで踏ん張れへんようなら、名を継いだ姉さんに顔向け。みんなサポートしてくれ。承知しました。モード、スティグマを起動。ケビン、リス、心配すんな、お前の仕事や。敵の捕捉は任したで。分かった。我が深淵にてきらめく青の天に昇りて、煉獄をメルカバの全動力を収束。スティグマパターンを認識、外部への展開を開始します。敵アイオン変形、手法を展開して突っ込んでくる。ドミニオン第5位、千の守り手が命ずる聖魂法メギデルス展開。
大丈夫です。そうか。そうね、後でちゃんと修理してあげたいで。まだ続きそうです。まあ無尽蔵に新手が湧いてくるみたいだから。時間がねえ、とっととエレベーターで上がるとしようぜ。打ち合わせ通り選ぶがいい、バニングス。了解です。結局セキュリティが解除できたのは21階までか。はい、主任が言うにはそれを解除しない限り動力ネットからの制御は不可能だと言っていました。ってことは21階から30階までは自分たちで上がる必要があるわけか。しかし確かそのあたりはほとんどメンテナンス用のフロアで空っぽとか言ってなかったか。公式発表に偽りがあったみたいね。どうやらその一角こそがキーヤちゃんの儀式においても。そうなのかよ。通商会議の警備の時、まさか公的施設にそんな場所を。いずれにせよ、はい、ああ何が待ち受けていようと絶対に突破してみせる。俺たちをここに送り出してくれた課長たちに応えるためにも。はい責任重大ね。気合い